古代エジプトにおける死後の世界が描かれたパピルス抜光靴で発見された死後の世界のずらい性あるいは後世は今世を終えた後に魂が経験する次の人生あるいは世界のこと。また動物におけるそれのことを指す場合もある。神道においては常よのことを指す。仏教では三世の一つ。仏教は前世、現世。 来世の捉え方は様々で、宗派の教義によって異なることに注意を要する。下記は、転承を前提とした考え方である。現世を中心に考える宗派では、六道を自分の心の状態として捉える。例えば、心の状態が天とのような状態にあれば、天都界に地獄のような状態であれば、地獄界に赴いていると解釈する。 その場合の六道は、来世の事象ではない。浄土教では、一切の迷いがなくなる境地に達した魂は浄土に、生き、そうでない魂は、生前の行いにより、六道にそれぞれ行くと説く宗派がある。日蓮の教えでは、今の自分に執着するあまり、いたずらに死を恐れ、死後の世界ばかりを意識し期待するより、むしろ自分の生涯を超えた正しいことのために、 今の自分の生命を精一杯活かしきることで最高の幸福が得られるのだとされている。また、真言宗などの密教でも、大河を重要視して促進成仏を解き、天台宗も本学思想からここがこの世のお浄土と捉え、来世について日蓮と同様の捉え方がなされる場合がある。人間の魂は人間にだけ生まれ変わっており、動物には生まれ変わることはない。 とされる。肉体の死後、魂は、一旦霊的な世界に戻り、数年数百年後に、またこの世の肉体に宿るとされる。この世は魂にとってのある、種の学校のようなものであり、魂は、転生を、多数繰り返し、人間の肉体を通して様々な立場に伴う、苦しみ喜びなどを学び、次第に知恵を得て、大きな慈愛にも目覚めると、 この世で肉体を持つ必要はなくなり、霊的な階層世界の上層へと登ってゆくとされる。高いも参照、今の人生守護の世界という一方通行的な世界観。自分が今の自分のまま別の世界に行くという考え方。この意味では、来世の類似語として、あの世、守護の世界が挙げられる。天国と地獄が描かれた金持ちと、 なざろ様々な宗教で天国と地獄があるとする考え方も多い。この場合、天国は生前に良い行いをして過ごした人が行き、地獄は生前に悪いことをしてきた人が行くとされることが多い。キリスト教においてはヨーロッパの中世紀頃などに先例の有無等によって死後に魂の行く世界が異なるなどと強調されたことがあったが、現代のカトリック教会では、 過去の反省も踏まえ、そのようなことに力点を置いた説明は控えられている。日本では古代において死後に行く世界は、光線と呼ばれていた。だが、発想の原点がそもそも現世利益重視や生和重視の視点であるため、あの世は、汚れの場として捉えられる傾向があった。また同様の理由から、光線の概念は、善悪と、後に仏教が流入すると、 日本古来の読みの観念と仏教概念の中でも通俗化した極楽、地獄の観念とが混交することとなった。天国、地獄という図式を前提とした上で、地獄には縁馬がいて、生前の罪を裁くとする考え方も民衆の間にはある。これはインドで生まれ、中国の民衆によって脚色され、後に、 日本の民衆にも広まった考え方であるが、あくまで通俗的なものであり、真面目な仏教の概念ではない。日本において支配的な宗教である神道を呼び、仏教には、本来、天国という用語はない。しかしながら、日本人が、個人について語るとき、天国の誰々と呼ぶことはあっても、極楽の誰々、光線の誰々とは滅多に言わない。改まった語法として、 戦火の誰々があるが、これは光線から来た言い回しである。人の肉体が生死の境をさまよっている時に魂は川岸にたどり着き、それを渡ることで魂は次の世界に行くという話は広く知られている。臨死体験をした者にこのような報告をする者も多いらしい。が、自ら転生をしていると認める者でも、 その川は便宜的に視覚化されたある種の心象風景とも言うべきものであって、この世とあの世の間に川があるわけではない、と説明するものもおり、もとより物理的に検証できる性質のものでもなく、真偽のほどは定かではない。近接構造検知その他、ありがとうございます。